ほら。うん。日立。150円。世の中札幌クラフティー。これ泣いてどうなるのか。というわけでやってきました。ここは神戸。今私たちは六甲山から神戸の街や港を眺めています。すごいいい景色だよね。やっぱり神戸って港町だから外国風のムードがあるでしょ、うん、山もあって海もあってすごいいい町だよね。そうだね。地震とかあって大変だったけどもう神戸はすっかり元気。元気といえば女子プロレス。そう、ほらそこポートアイランドにあるワールド記念ホールで今日は試合をやります。それから今回の放送は今年で10周年を迎える62年組の先輩たち4人の10年間の歩みを特集します。私たちの知らない昔の VTR が流れるそうなので楽しみです。それでは今日も元気にやるぞ。女子プロレスファンの皆さん、ご機嫌いかがでございましょうか。今日は神戸にやってまいりました全日本女子プロレス、本当に素敵な体育館でございまして、神戸ワールド記念ホールからの中継でございます。それでは早速放送席ご紹介してまいりましょう。デイリースポーツ運動部宮本久男記者でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ポートアイランドに素晴らしい体育館ができましたね。そうですね、あの男子でもビッグマッチがですね、よく行われるんですけども。あ、そうですか、はい、大変あの綺麗な見やすい体育館ですね。今日は一つこの体育館に負けない熱戦を期待したいと思いますね、はい、さて素敵なゲストお二人をご紹介することにいたしましょう。三浦康子さん、そして内山真二さんでございます。よろしくお願いします。ね、二人とももう大変なあのプロレスファンなんですって。もう大好きです。特に三浦さんはご贔屓の選手がいますか。トヨタ真奈美選手。トヨタ真奈美選手。トヨタ真奈美選手。あんまり大きい声で言わない方が。 T シャツ3枚タオルは2枚買いました。あ、そう、アジャコングがそれを着てムッとしたというもうね情報が入ってるんですよ。放送席に心配してるの。そうね、うん、カチンときたっていう話をね聞きましたね、うん、まあいいや。アジャコングがね登場した時は僕はちょっと一歩後ろに下がって放送しますから今日は。はい、飛んできますかね。内山くんもね本当言うと心配なんだ今日は。なんでですか。内山君みたいな大きい人が座ってると、はい、これも選手の標的になるんだ。今までの例から言うとね、宮本さん。そうですね、ここに来ますよ選手が来たがるの。やっぱ目立ちますかね、うん、だからどんどん受ける今日は。もう今日はアジャさんだろうか誰だろうか本当受けますよ。アジャでも受ける。受けますよ。よし、俺の方が強いって言ってました。今日は強いぞ放送席は。ね、ちなみにアジャに負けない体重なんでしょ。アジャさんより僕3キロ少ないんですけど。3キロ少ないって大変なもんだ。でも身長では勝ってますから。身長じゃ勝ってる、はい。放送席にもアジャコンが一人座っているとそういった感じですか。いつもいる2人がいませんですね。長坂アナウンサー、森アナウンサー、どこに行ったんでしょうか。はい、こちらはワールド記念ホールの玄関なんですけれども、はい、続々とお客さんの方が会場にね、もう列がね、入っているという状況で、ちょっと表寒いんですけれども、中の方はね、キムムンということで、はい、今日のメインカードはなんと、ドリームチームの激突という形になってるんですが、うん、トヨタ井上強国みたい、アジャ堀田というこのカード、どうですか。文字通り、4強の激突ということで、中でも堀田選手はここ、うん、神戸が地元ということで非常に燃えると思います。はい、その他にも好カードたくさん用意してますのでお楽しみに。はい、塩野さんどうぞ。さあ、それでは今日はリング上そして場外での熱戦も大いに期待したいと思います。こちらからどうぞ。20分一本勝負の6人タッグマッチ。赤コーナーが椎名優花、深川由美、中西桃江、青コーナーが現地にさえ鞘遠藤、高橋七重となっております。まあ、この6人タッグマッチ、内山君非常にお気に入りの選手がいるということで。はい、僕個人的に大好きな人。個人的に、はい、もう試合前からうるさかったですもんね。うるさかったです。これは誰なんですか。あの深川選手。
川選手は、まあ、今赤コーナーで、次の出番を待っているというところでありますけども、最初に出てきたのはこの2人、平成8年度、デビューの同期の2人ということになります。今最も前座のナットで、新人の2人ということになりますけれども、今エルボーバットを仕掛けていったのが高橋奈良でありますが、そして中西桃江の方が攻め込まれています。まずは高橋がホールの体勢に入る。ブルーのコスチュームが高橋奈良、そしてスカイブルーとホワイトをブラックのラインで編み込んでいるコスチュームが中西桃江ということになります。しかし宮本さん、この今ちょっと攻め込まれてますけれども、中西は同期の中では頭一つ抜けてるかなという評価を受けていますね。そうですね、8年組5人が残ったんですけども、はい、もうじき新人王戦トーナメントも行われますけども、そうですね、まあ、この2人が対決する機会もあるんじゃないですかね、はい、その今年デビューした者たちの新人王トーナメントが12月の1日から行われまして、12月の8日の両国で決勝を迎えることになりますが、しかし中西が少し、リング上にいる時間が長くなっております。さや遠藤が出てまいりました。先輩格に対しても中西は臆することなく戦っておりまして、最近ではこの椎名由香から、今日はねパートナーとなっておりますけれども、椎名由香からシングルマッチでホールを奪ったという中西になります。さあ、そして内山君注目の深川が出てまいりました。内山君、ああ攻め込まれてます。やられてるな、右のハイキック。遠藤が絶好調、左右のミドルキック、ハイキックを飛ばして、そしてネックブリーカー。深川が攻め込まれています。リングの中央、もう一発サヤエンドのネックブリーカードロップ。そしてホールに入る。カウントは2であります。三浦さんもね、なんかプロレスは相当好きだということで、はい、しょっちゅう来てますね。こういうね、今実況席目の前ですけれども、はい、こんな目の前で見るの初めてです、ね、初めてです。すごいっすね。早くゴングなら早くゴングなら騒いでましたもんね。あ、そして深川が逆に遠藤の首を捉えていきました。内山くんの願いが通じるのか。深川が攻撃に転じます。よし、止め止め、ホールでホール。これはカウント1で返します。サヤエンド逆に足を取り返しました。そして自軍青コーナーに引きずり戻します。ここで長身の元気ミサイが出てまいりました。全力の中でもその体格は恵まれております。その体格を生かしてのアルゼンチンバックブリーカー。これ宮本さん、いい具合に入ってますね。そうですね、体格的にも、ね、ちょうど深川君あたりだと持ち上げられやすいですから ね。そして投げ飛ばしました。これは強烈、これは強烈です。いった、胃袋のあたりを抑え込みます。そしてこのまま弓矢固めの体勢に、うわすごい、すごい振り子のような動作で、そしてこのまま釣り天井かとも思われましたけれども、振り子のように振り回して、そのままリンクにバットに叩き込む。そして高さのあるドロップキック。さあ、もうこれぐらいでやられるわけにはいきません。あ、そしてうまく逆に返ってきた。カウントが入る。赤コーナーにタッチを求めるというところですけれども、この辺り元気みたいも、そうそうやすやすとは負荷を逃がしません。そして対角手に飛ばして、何で来る、これをうまく振り切った。エビ固め、カウントが進む。欲しい。さあ、そして椎名由香が出てまいりました。椎名由香と元気ミサイの対決。ああ、そして腕を、しかしちょっと痛めてるというその右腕なんですけれども、相当痛そうです。宮本さん、この椎名がね、今堀田のパートナーとしてちょっとなかなか自分の思うようなレスリングをできないということで悩んでるようですね。そうですね、まあ、堀田もですね、はい、結構厳しい声でですね、しっかり激励してるんですけども、やっぱり本当の意味でね、はい、育てる意味で、まあ、いけるんだと思うんですけども、まあ愛の鞭というね、はい、まあ、椎名選手がやっぱりそれに応えてほしいですね。そうですね、本人も気持ちはもう十分にある、私はもうプロレースが好きで好きでたまらないんだ、ただどうしてもそれがうまくリング上で表現できないんだというふうに少しこうやるせなさを残したことになりますが、さあ深川がここうまくフォローに入ります。6人タッグマッチ、
ロークラスの選手が並んでる中で、なんとかして自分の存在をアピールしたい。シーラユカ、右手を高々投げて、そしてフェイスクラッシャー。さあ、そして内山君にスターが入ってまいりました。スコフカ頑張って。さあ、この内山君の声援がリング上の深川に届くんでしょうか。届いてくれたら嬉しいですね。聞こえてないです。聞こえてないです。深川、あーと高い位置でのドロップキック。はい、オーケー。面白い。深川と高橋の対決となっておりますが、また高橋がもかわしていった。その辺り、宮本さん、高橋は少し伸びたんじゃないですか、技の切り返し方、ね、まとめ方、まあそういううまさは一番うまいんじゃないですか。あ、同期の中で、はい、中西よりも上と。あ、そして渡辺、失礼、改名元気、元気と改めた元気ミサイ得意のアトミックドロップ。もう一発いたー。深川長身を生かしてマットに叩きつけていきました。これはカウントは入りません。そして元気からさや遠藤、もうすっかりおなじみのコスチュームとなりました。エルボーです。少し防戦一方の深川、牛山君は食い入るように見つめてますが、しかしうまく海底身が食べ返していった。そして中西にタッチ。中西、ここは若さで先輩のさや遠藤吹っ飛ばしてもらいたい。しかしそうはさせずと、さや遠藤のエルボーが入ります。そしてドロップキック、もう一発ドロップキック。やっぱりこうさや遠藤がちょうど中西をこう試合も意識していましてね、伸びつつある中西の目をこの辺りでちょっとクイッと一発摘み取らなきゃなみたいな不気味な発言をしておりました。抑え込みます。サイエンドが上になる。さあ、そして自軍のコーナーに戻します。さあ、再び元気とサイエンドのツープラトン、ドロップキック、これは強烈。そしてもう一度アトミックドロップ、これを食らってはいけない。中西頑張れ。ちょっと苦悶の表情を浮かべています中西。光浦さんからも中西頑張れという声援が飛んでおりますが、新人の人は頑張って頑張って、根性根性中西。そうですよね、やっぱり気持ちで先輩を何とか吹き飛ばしてもらいたい。しかし連携上に乗ります。カウントが入る。カウントが2返していく。中西、カウントが入るが、あー、しかしこれはカウントが入った。カウント3つ入りました。元気みさえが高橋七重を無理やり押さえつけてカウント3を奪いました。6人タッグマッチ20分一本勝負、青コーナー元気みさえ、さや遠藤、高橋七重が勝利を収めました。第2試合全日本選手権試合、30分一本勝負を行います。青コーナー挑戦者125パンス、玉田リーゲ。赤コーナー選手権保持者150パンス、前川久美子。レフェリー笹崎克美。全日本選手権試合30分の一本勝負、第23代チャンピオン前川久美子とチャレンジャーの玉田理恵の試合です。リングの中央、がっちり握手を交わします。さあ、ゴングなりました。まずは玉田がドロップキックを仕掛けていましたが、前川がこれを冷静に避けました。しかし今度は玉田も外しません。まずは玉田がこの
試合先手を取ろうといった大勢、前川を攻め込んでいきます。宮本さん、この2人の戦いどうご覧になりますか？そうですね、やっぱり体格的に言ってもですね、やっぱり前川選手の方が力強さがありますよね、まあ、やっぱり前川選手今はですね、全日本選手権もそうですけども、格闘技戦に向けてですね、はいはい、やっぱりそっちの方へ、まあ、目が行ってしまってますけどね、だからまあ、たまたまそこら辺がですね、まあ、一発やってやろうという気で、まあ、先手を取りに来ましたよね。隙をついてというか、ね、はい、さあまずは玉田が攻め込んでいきます。三浦さんと内山君はこの2人、はい、当然生でご覧になったことがあります？僕は初めてです。あ、内山君は初めてです。私は前川選手はトイレが一緒でした。試合前ですか？いい人でした。あ、話したんですか？いや、話してないですから。どうぞ。仕草は。なるほど。レスラーとしてはどうご覧になってますか、その前川？あー、今蹴りが入った。いや、かかと落としが見たいですね。あー、前川のね。さあ、そのかかと落とし今日見られるんでしょうか。前川がペースを奪い返しています。カナディアンバックブリーカーの体勢。玉田はやはりこの前川の蹴りだけは何としてでも避けたいと話しておりましたが、蹴り一発で形勢逆転。前川がリズムを掴んでいます。そしてボストンクラブの体勢、前川が攻め込んでいきます。まあ、今はリング上で戦っている2人ですけれども、宮本さん、この2人は非常に攻守ともに仲が良くてね、支え合ってる2人なんですよね。そうですね、まあ、もともと同期生ですから、うん、まあ、途中はちょっと空白がありますけど、やっぱりそういう意味 の同期っていうのはやっぱり絆が強いですよね。そうですね、はい、まあ、そういった意味で両選手ともジュニアからあの赤いバー引きずり戻しました。前川逃がさんぞといったこの様相、同期とはいえど手抜きはしない前川。ジュニアのベルトからあの 3AA の赤いベルトまで、前川と玉田この2人で全場を守っていきたいと力強く語っていました。前川が攻め込んでいきます。キャメルクラッチの体勢、まあ、2人の戦い初めて見るという内山君は、はい、いや、あの玉田選手体柔らかいですね。あ、今でもね、キャメルクラッチ、あれ僕やられたら肋骨いきますよ。あ、肋骨背骨ボキボキとボキボキでいきますよ。内山君、格闘技の経験あるんですか？一応僕柔道やってますから。その巨体を生かして、はい、何やら体重測ったらアジャコングさんより大きかったんですよ。いや、アジャコングさんの方が3キロ。あ、わずかわずか。そういう巨体の内山くんが見つめるこの試合、下になってる前川がこれは有利。立ち上がります。前川が攻撃を続ける。ニュートラルコーナーから対角線飛ばしていく。しかし玉田がよけていった。逆に、しかし前川の動きがさ、そしてここでのかかと落とし。もう一発だ。三浦さんが見たいと言っていたそのかかと落とし、2連発。この近くで、そしてロープに飛ばして、これはよけた玉田。その後はどうだ、コロッケクー。玉田すごいっすね。一進一退。すごい。まあ、どちらも負けられないこの試合。前川が狙おうというところ、玉田がパンチで落として、そして倒していきますか。前川、これは冷静に見ていました。この野郎、さあ、そしてどう来る。お、これはジャパニーズを掘るか。固めていく、カウントが入る。あ、やばいやばい、これは危ない。宮本さん、本当に失態ですね。なかなかいい攻めですね。冷静ですよね、両選手もね。すごい位置まで蹴りが上がりました。そこまで足が上がるんですね。さあ、そしてトップロープからのブレンバスターだ。トップロープからの前からのブレンバスター、これは強烈。カウントはスリーカウント入れさせません、玉田。そして蹴り、さあ、この蹴り、もう一発、ボールに受けてしまいます。カウントが入る。これはロープです。玉田に聞いたら、あの蹴りは避けられない。そうですね、今の二段蹴りのね、3連発でしたね。分かってるんだけど避けられない。さあ、そしてフィッシャーマンズ、
これはどうだ、これもかわしていきます田原、しかしピンチを迎えています。前川はこのまままとめていくのか、それとも田原がこれから逆転攻撃に転じるのか。さあそしてニュートラル、これトップローも狙っていく前川、あっパンチ、しかし鎌田の右手の拳が前川の胃袋のあたりを貫きました。おそして上川を田原が狙う、トップローから田原が狙う、トップ田原が飛びました。すごい、素晴らしい、素晴らしいですね、これね、素晴らしいですね、素晴らしい、玉田逆転だ、綺麗に決まりました。さあそしてもう一度、今度はマットの上のリングの上の前からトップ、胸板のあたりにバシンという音が響き渡りました。もう一発狙っていく、トップロック撃3連発、玉田今度は後頭部、今度は後頭部に入りました。さあそしてマントが入る、抑え込んできた玉田、宮本さん、前川も初防衛がかかってますからね。あ、ドラゴンか、ドラゴンか、ドラゴン得意ですからね、スープレックスで玉田のスープレックスは幼稚、しかし回し切り、そしてカウントボールの再生、危ない、カウントは 2.5。 森さん、やっぱりねドラゴンで決めたいって言ってたんですよ。あ、玉田ですか、なんか狙ってますけどもね、それも読まれてますね、こんな野郎。あ、そしてジャーマンできた、ジャーマンできた、カウントは、あ、今長坂アナウンサーのリポートにもありましたが、ドラゴンでダメなら今度はジャーマン、ジャーマンなかなか厳しい覚悟でしたね、そうですね、合格で入りました。あくまでもスープレックス狙い、さあもう少し、これは前川グラウンドから蹴りを一発、ドラゴン何度か免れました。いやーな前川バカ野郎、8まで行きました。玉田のスープレックスか、マイカーの蹴りか、これは避けた、よく見ている、ドラゴン、ドラゴンスープレックスだ、ドラゴンスープレックス、カウントはカウント3、玉田のドラゴンスープレックス、マイカーは敗れました。惜しい、最後は見事な玉田のドラゴンスープレックス、前川リング上立ち上がれません。この玉田の喜びを全日本選手権試合チャンピオン前川久美子、初防衛をかけての試合だったんですが、チャレンジャー玉田理恵のドラゴンスープレックスの前に3カウントを許してしまいました。やったね、最後はやっぱりドラゴンにこだわって、こだわってやっぱ、スープレックスでホール取りたかったんで、その中でもやっぱドラゴンは、今までずっとフィニッシュで決めてきて、前川にやっぱドラゴンで狙いたかったんですよ、すごく、だからすごい嬉しいです。ベルトを巻いた感触はどうですか？全日本タッグも取られちゃったばっかりで、本当になんか今年最後のチャンスだと思ったんで、なんかすっごい嬉しいです。もう今年1年終わってしまって後がないんで、すごい嬉しい、はい、長い間守ってください。はい、おめでとうございました。新チャンピオンの玉田理恵選手です。今回は私たちの10年間の歩みをご覧いただきます。どんなものかはまだ私たちも見ていませんが、じゃあ早速見てみようよ。それでは VTR スタート。弁償では、やめようよ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 、やめてくれ、声が違う、声が違う、若い、おかしい、鳥肌立っちゃった今、かわいい、こういう時期に戻り、あ、赤様だ、あ、赤様だ、見たい人、あ、かわいい、もうやめようよ、もう小さい時から強い人に憧れて、声が全然、声が小さい時からの夢でした、今日夢をこの場に託しています。そう、
山田敏夫です。別に特技はないんですけど、自分なりに精一杯頑張りましたのでよろしくお願いします。さあ、435番豊田真奈美です。特技は空手を始めてまだ少ししか経っていませんけど、やっちゃう、あれ都会の人に負けずに、抜かれ出てきたんですけど、都会の人に負けずに頑張ろうと思います。続いて今度は市川か。山田どうです、ね、喜びを見せます。よかったね、今後ろに乗せれるよ。体力を利しまして強烈なドロップキックを連発いたしました。山田敏夫選手でやります。さあ今度は市川ちょっと苦しくなった。さあ市川危なくなった。懸命に攻める山田、3つ入った。山田敏夫でやります。いやー出た。ここは平田さんにとって大きなチャンスでやります。さあトレインスラム一戦、そして上から抑え込み、どうでしょうか。あ、懸命に逃れております。いやこの辺りはジャガー素晴らしいじゃないですか。そうですね、トヨタは抑えづらいユースですね。あ、ちょっとしかしここでね。それではまず新人賞より参ります。山田敏夫選手です。来年の抱負を皆さんの前で大きな声で。なんでこれ僕じゃん。自分なりに精一杯頑張りたいと思います。おい声が上がるの。うわやばいよ、歌がやってる。何もやってあげないとかわいそうだから千秋直美。ほらほら、やっぱり演奏だよ。揃った。これでコロナがね、バカロイ。そうそう、持ってんねん。練習機だ。なんだめ。なんだめ。今。うちのおばあちゃんこれ見て泣いちゃった。今じゃない、ヒロミだ。今。じゃないなんでわざわざ川の中走るの。なんでなんでわざわざ走るの。これもうやだとかやってなかったけど、やりました。クルーズ回さないでよ。僕とっても安倍さん注目の一戦ですよね。そうですね、はい、そして三河どうか。今三河が掛け合います。いや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 、三河がコンボを仕掛けてドロップ。さあ山田一人は危なし。さあそして前に落としました。ここで山田敏夫が出るか。スープラトンでやります。トーク上から重い三田がいった。カウントが一つでやります。これは空振りに終わりました。とバックを突っ込みました。強烈投げ飛ばすようなバックドロップからホールの体勢入った。マミ、今の見つけ本番オフレポート。何これ。こんにちは、スイートハーツのじゃあ私たち5人これからリングあよまだやっぱりレポータースイートハーツだよね。絶対にやらせないよ ね。はい、というわけでやっぱりレポーターねスイートハーツだよね。絶対にやらせないよね。はい、というあこのままだとあもうなんで変なのが出ちゃうんだろう。次回はドリームオルカでお届けします。やっぱりねレポータースイートハーツだよね。絶対にやらせないよね。はい、というわけで私たち5人これからリングの上ではこあ秘蔵VTRはまだまだ続きます。見ないと逮捕なのだ。古いよそれ。すいません、はい、Yes, we have pockets. 今当たります。
12月1日からファイナルファンタジー7予約開始。コンビニなら限定ガイドブックを50万名様にプレゼント。予約するならコンビニだ。あの人とゆっくり話したのはいつですか？いい人といい酒を。お歳暮は月桂冠。キャンビーがクリエイティブキャンビーになった。自分だけの CD が作れる。 CDR 搭載。僕らはもっと進化できる。クリエイティブキャンビー誕生。 NEC。私たちはスリーダブルランキングマッチ30分一本勝負を行います。青コーナーランキング第9位5ポイント175パンス渡辺智子。スリーダブルランキングマッチランキング9位の渡辺智子。青コーナーランキング第5位150パンス山田。山田敏夫。さて宮本さん、この 3AA のランキングマッチですが、はい、現在5位の山田敏夫に対しまして9位の渡辺智子、この対戦ということになりましたが、はい、渡辺が勝った場合にはこのランクというのが、はい、5位に渡辺が上がって一つずつ繰り下がっていくという形ですね。そうですね、はい、まあなんとしても山田としてみますとこの試合負けるわけにはいきません。しかもこの5位までに入っておりませんと 3AA のシングルのこのタイトル挑戦権がなくなります。さあまずは強烈なローキック。おっと目頭がやや熱くなったか。ちょっと目をうるうるさせてしまった渡辺智子。さあ反撃開始か。いや今度は山田敏夫。お互いに心一体、序盤から激しい闘志のぶつかり合いという形になりました。これもお互いに相手の手の内は知っているぞというような形。ラリアット飛び込んでいった渡辺智子。ロープに振ったのは山田。そしてこのキックをかわして渡辺智子を、こちらも見ていた山田敏夫。あんなにやるわ。おっと珍しい、山田から場外に誘っていくのか。エプロンを使っている宮本さん、これ珍しいですね。闘志の表れ。つけていきました。あ、来た来た来た。放送席の目の前すごいよ。渡辺智子不穏の表情を浮かべてうつまったまま。渡辺頑張れ。さあ渡辺頑張れという三浦さんの声。山田への声援は内山君、うん、目の前ですごいな。さあ立ち上がれるか。カウント7。苦しい表情、依然として苦しい表情渡辺智子。あまた屈伸を行ってようやく今立ち上がった。しかし目は涙で潤んでいるぞ。大丈夫か。カウント14から15。お大丈夫か。ここはゆっくりと体力を回復、その時を待っております渡辺智子。さあ気合を入れて、ようやく今リング上両選手が揃いました。すごい迫力ですね。すごい、何か迫力が放送席まで伝わってきましたね。内山君大きいですね。あ、目の前で見るとやっぱり大きいですか。大きいですね。さあ強烈ローキック、そしてロープの反動を利用してその蹴りを返す。ドラゴンスクリュー、膝を打ち砕くドラゴンスクリュー2連覇。さあそして足立ち4文字固め、4文字固め、あっという間に4の字固めの体勢にいった渡辺智子でありますが、ここは思わずロープに逃れました山田敏夫。さあそしてリング中央、もう一度サイド4の字固め。山田頑張って。先ほど森アナウンサーのリポート通り、今日は足を攻めていこうという渡辺智子。山田敏夫のキック封じ、徹底して今日は足で行くのか。先ほどリング下苦悶の表情渡辺智子でありましたが、ここは一気に形勢逆転、自分のペースへ徐々にと引き込んでいきます。すごい表情。さあどうだ。苦しい表情、今度は山田。山田さん頑張って。
この体勢かなり長くなってきますと山田としては本当にキック出なくなりますね。そうですよね、まあ、渡辺もその辺を計算してね、思惑通りと足攻めてるんでしょうけどね、いうところになっております。さあ今度は逆に誘い込む渡辺智子、先ほどのお返し、何やら満面の笑みを浮かべながらのお返し、場外。さあ先ほどはこの後もう一度鉄柵ありました、鉄柵2連発。おお、そして内山大丈夫か、山田の体が内山の上に覆いかぶさっている。さあ内山君、今側頭部大丈夫でしたか。山さんの肘で使いました僕。大変なことになりました、放送席であります。今日はゲストの内山君、山田敏夫の今エルボーでしょうか、ナックルパートでしょうか、いや肘が入ったかな、はい、いやこれはいい記念になりますね。いや喜んでいただけましたでしょうか。はい、いやもう大満足ですね。すごい、16、あ試合の方に目を移したいと思いますが、すごいね、その山田カウント17、ようやく今エプロンサイド、先ほど渡辺智子にした倍返しのような形になってしまいました。思わず三浦さん、そして内山くんが入ったという、完璧に顔面を捉えました。山田の振り、今完璧に捉えたね、さあそして両者とも立ち上がれません。両者は膝をついたまま、そして渡辺智子の方は意識モード、山田の方がやや早く立ち上がって、さあとどめに行くのか、リバースゴリスペシャルで最後はジャーマンで切り返していった、カウント2、すごい、どっちが強いか分からない、そのまま落とした、危ない、スクリュードライバーどうか、やや下がったか、スクリュードライバー宮本さん、ちょっと浅かったですかね。そうですね、高さが足りなかったですね、ちょっと中途半端でしたね。さあ殿下の方とスクリュードライバーを繰り出していった渡辺智子ですけれども、カウント3まではいきませんでした。ラリアートからさあもう一度いくのか、もう一度、今度はどうか、スクリュードライバー返してカウントはどうか、カウント3、スクリュードライバーやり直し、カウント3、山田敗れました。この瞬間に 3WA ランキング入れ替わり、5位に渡辺智子輝きました。いやー宮本さん、これで5位に食い込んできました渡辺智子、これで 3WA のシングル王座のね、挑戦権が一応キープできるわけですね、転がり込んできたということになります。渡辺智子5位ダッシュ。それでは見事 3WA ランキング5位に入りました渡辺智子選手です。おめでとうございます。先輩を破った実感から聞かせてもらいましょう。もう嬉しいの一言ですけど、蹴りやられた時にここら辺に入っちゃって、なんか舌がしびれちゃってちょっと危ないかなと思ったんですけど、ここで諦めちゃいけないと思ったんで、ちょっと頑張っていました。一応これでね、赤いベルトに挑戦する権利を手にすることになったわけですが、もう挑戦できるものは何でも挑戦していきたいと思ってるんで、もしそういうチャンスがあればいつでもチャンスをものにするつもりでやっていきたいと思います。続いては89年に行われた恐怖の伊豆合宿、さて鬼コーチ山崎輝友先生の指導はどれほどハードだったんでしょうか。これすんげーだったね。オッケーオッケー、なんか好きだったよね、死んでる、もう死んでる、なんかさ、スパーリングずっとやったじゃん、自分の年も延々と、あ、見えた、かげさんがなぜかいる、せーの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 
な。さあ、らかい。今絶対荒木先生こんなことしないでしょ。ほら、お前、ほら、ここ、ほら、お前。最初ちょっと戻してください。戻らんでいいよ、俺。ちゃんとやるからさ。待ったよ、もら。待ったよ。待ってもいいからさ。おい、ちゃんとやるから。いいよ。息を吐け。89年度全日本女子プロレス大賞ベストバウト賞。すごい嬉しい。ありがとうございました。取れるって思ってなかった。まず眉毛。本当におめでとうございます。もう一回挑戦者の顔が上がってみましょう。マルチチャンピオンゲームの挑発を、さあどう受けるか見たいですか。これこれから多く成長してもらいたいもんです。そしてトヨタ、お呼び捨てですよ。62年海が叶えていない。お前ら父では何とでも言えねえ。バカ野郎、思い切ってあの自分たちの闘志みたいなものを、自分だったらねチャンピオンだからそこまで言わなくてもっていう気持ちが当然あるでしょう。それをしかしあえて言ってますね。今日はそうですね、はい、視力なくなっちゃうんですけど。あ、そうかそうか。チャンピオンの涙をねこんなのは言ったね。いやどこでこっちがまた悪いの。ねえねえ、なんでなんでいつも私たちがこう見たいやつ。親分で君たちの。ここでもない。君たちまた悪い。ちょい、かわいい、まだまだ。ねえ、この辺から変身して。ほら、逃げたらダメだ。逆だ。ほい。ほい。ほい。お前も。おう、ねえ、なんだぞ、お前。おう。おう。これだよ。これさ、あの人が言ってたのよね。何こんなところでこんなことしてるって感じで。誰やろうって。ザ・リーズ・オーシャン・サイクロンだ。ザ・マリーズ・オーシャン・サイクロン。そしてそのまま重ねる、そのまま重ねる。そして2人が選んだルールです。そういう意味では山田はね、髪の白いね、髪ですね。もう髪の毛生えてる。複雑なんですね。高々と差し上げられます。おーおー、頭が。あー！あー！あー！そうだよね。何？ちょっと。もうよっ。いつもの涙がこの胸夜明けに何かが生まれてく。時々の海から命を安くことをやだもん。どこから君を動き出す風を切って62年組10周年企画見ないとプリクラ。わー、今日もね。12月1日からファイナルファンタジー7予約開始。コンビニなら限定ガイドブックを50万名様にプレゼント。予約するならコンビニだ。
JA グループプレゼンツ、ジョジョーカミュージカル絆1996秋、萩原流れ土井裕子主演、城春彦演出、音楽服部隆之、涙と笑いのシリーズ第2作。アルアルファ何やるか、アルアルファみんな知ってる？いい電話の目印はアルファ LCR って言うんだよ。大好きよ、大好きセンター。あの人とゆっくり話したのはいつですか？いい人といい酒を。お歳暮は月桂冠。ライトが待っております。神戸ワールド記念ホール特設リング、さあこれから6人タッグマッチが華やかに行われます。田村芳子を先頭に青コーナーの吉田麻里子、伊藤薫、この3選手が入場してまいります。吉田伊藤のこのコンビ、9月28日には博多で 3WA タッグ選手権に挑戦いたしました。そしてタッグリーグも戦っているこの2人、それに田村芳子が加わってさらにパワーアップ。今日はどんなファイトを見せてくれるんでしょうか。リングに一礼、まずは田村芳子、そして伊藤薫、最後に紫のコスチューム吉田麻里子が入場です。先ほどまでブルーに染まっていたリングが今度は真っ赤に浮かび上がっています。続きまして赤コーナーより下田美馬、伊田恵子、チャパリータ浅利組の入場です。さあゲートの奥から赤コーナーの3選手が入場してまいりました。先頭を行くのはチャパリータ浅利、そして大きな大きな三田悦子、その後ろに下田美馬と続いています。こちらも三田下田名コンビがリングに向かいます。今日はチャパリータ浅利を引き連れてどんな立体殺法を見せてくれるんでしょうか。ゆっくりゆっくりとこの花道を進んでいきます。さあこちらもリングに一礼をして、チャパリータ浅利、三田悦子、さあそして下田美馬が最後に入場してまいりました。第1試合6人タッグマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー130分アブラチク、リーダーポーズ150パーズ、伊藤薫、そしてフリーダムポーズ、伊藤薫、アブラチク、リーダーポーズ150パーズ、吉田麻里子、そして青コーナー最後は吉田麻里子です。ガウンを脱ぎ捨てました。スリーダムで世界スーパーライト級チャンピオン120パーズ、チャパリータ浅利、熱
一回り大きくなって帰ってきました。シャパリカアサリ見たえつ。さあ三田下田のペア今日爆発するか。まずは三田えつ子パックチャンピオン145パース。下田チャンピオンとしてのフルタンが出てまいりました。下田美誠。さあ華やかな6人タッグマッチがこれから行われようとしております。宮本さん、このねやっぱり6人タッグマッチっていうのはもう女子プロレスならではという感じがしますよね。そうですね、女子プロレスの花といえばね、はい、やっぱりタッグ戦ですからね。そして三浦さん、はい、この華やかな試合ですけれどもどんな期待してますか？私ね、三田下田、タッグ好きだったんですよ、はい、なんで久しぶりに見るのが、嬉しいなと思って。さあゴングの前に先制攻撃、まずは3人攻撃、青コーナー最後の先制パンチ、おっとっと今度は赤コーナーを返し、一気に形勢を逆転していこうという田村よしこ。飛ばしておいてチャパニーターサリー担ぎ上げての立体殺法、今度は2人攻撃、三田下田ペア、ロープに振って、あしかしこれは田村スピードとパワー上回った、強烈、あれは強烈。さあさらに、おお早くもホールに持っていく、なかなか若々しいいい動きを見せました。さあロープに登っている田村がトップロープから飛んだ、しかし足が待っていた、ああこれは捕まった、この辺りのコンビネーション、青コーナーサイドうまさがありました。さあ2人攻撃かわした、下田美誠、2人を叩きつけておいて、さあ下田美誠が飛んでいく、いいね、ひねりを加えたミサイルキック、これで決まるか、いや決まらない、間一発伊藤薫がフォローに入った、すごい、さあロープに振るか、いやそのまま逆さに押さえ込んでどうか、危ない、危ないよ、いや危なかった下田美誠。さあ九死に一生を得た下田美誠、セカンドロープからこれはかわされた、フットスタンプ、さらにもう1回フットスタンプ、まだ行く、3連発、そして最後はエルボー、どうか、カウント2でなんとか返していった下田美誠。今度は吉田麻里子ボディースラムから、このフットスタンプは見ていた、そしてチョップが待っている、いくぞ、息を吹き返した下田美誠、ロープに振り返すか、いや、そしてタイガースプレックス、カウントはどうか、これも間一髪、吉田真理子間一髪、ナイスコンビネーション、すごい、持ち上げる、息の体勢からカウント2、今デスバレーに持っていきたかったところですが、三田悦子、あーっと膝が待っておりました、ロープを使って吉田麻里子、さあこのまま抑え込む、カウントどうか、どうか、カウントはカウント2、今一瞬カウント3入ったようにも見えましたが、カウント2のまま、さあアサリが抑えた、担ぎ上げてそのまま落とした、後頭部直撃、6人が入り乱れております、リング上まだ決まらない、まだ決着はつきません。さあ勝利の女神が微笑むのは果たして青コーナーか赤コーナーか、よしすごい、ロンダーとカンガルーキック炸裂、さあもう一発大逆転に、これは吉田麻里子、これはさせません、一進一退の攻防、さあ最後はどちらに、
変大変傾くんでしょうか。何場外、さあ場外か、さあ場外か、しばらく飛んだ、ものとも投げ倒しました。すごい、さあさらに三田悦子、今度は三田悦子、素晴らしい、さあそしてさらに高いところチャパリータ、アサリチャパリータが宙を舞った、あれ吉田真理子が今度はお返し、いやどうですか内山くん、いやーすごいっすー、もうね口開いたまんまですよ、もうポッカーンって感じずっと見てますよ、もうサーリング場そろそろ決めに入るか、吉田真理子が飛んだ、そしてリング上チャパリータが意識ボールを大丈夫か、カウントス、よく返しましたチャパリータ、後ろからチョップ三田悦子、チョップ、さあ2人攻撃、ターゲットは吉田か、これを切ってそしてトラップ行く、うまいなさあ下田美馬がリングの外に落ちたまま上がってこないところ、ボディスラムからアサリ、サイカス、アサリ、アヤウシ、チャパリータ、アヤウシダブルのダイビングヘッドバット、カウントが進む、どこにいるのか全くわからないような状態でキョロキョロしていたチャパリータ、さあバックを取ったジャーマンか、いや切り返した切り返した切り返した、カウント2、大変大変、もうラリアートかわしてバック投げっぱなし、そして今ホールドカウント、どうか、よし偉いぞ、カウント2まだ決まりません、大変大変、うわ、さあ場外では伊藤が下田を叩きつけて、そして三田を止めている、三田を止めているところ、そのままラタレ式、意識を上ろうとしているのが伊藤、まだ決まりません、すごい、先ほどからずっと攻めっぱなしの青コーナー、さあとどめはどうなるのか、三田が間に合った、よしよしよし、さあそしてチャパリータが飛んだ、うわ、足を絡めてそのまま押さえ込む、おしり先行セッター、すごい、最後は見事な空中殺法でした、いや宮本さん一瞬の隙を突きましたね、今のはすごかったですね、外から飛んだ、まああのまあ、裏からなんて言っていいのか分かりませんけどね、はい、ちょっと変形でしたね、最後は見事にチャパリータアサリが決めました、あーその決めたチャパリータも意識朦朧、おい大丈夫、チャパリータ、あー精魂突き当てて今勝ちなのに、見事な赤コーナーサイド勝利であります、それでは見事な連携で勝利を収めました赤コーナーの3選手です、おめでとうございます、接戦となりましたね、はいそうですね、でもまあアサリがすごい頑張ってたんで、メキシコ行ってすぐにこんないい結果が出せる選手って珍しいなと思うんですけど、頑張ってくれたんでね、よかったです、はい、その大金星を挙げたアサリ選手、はい、自分が捕まってしまったんですけど、三田さんと島田さんが助けてくださったんで今日は勝てました両国では JWP の野内さんと、スーパーライト級の防衛を行うんですよね、はい、とベルトを持って年を越したいんで絶対に守りたいと思います、そして島田さんは今日非常に楽しそうにリングに上がっていた印象を受けるんですけど、いつも楽しいんですけどね、特に伊藤吉田はやりがいがある選手なんで楽しみです、声大丈夫ですか、声はもうずっとこうなんでわかりました、という赤コーナーの3選手でした、トップロープに飛ぶ、さあ行くぞ、飛んだフライングヘッド、この年になると山田選手、豊田選手は女子プロマットのトップの一角に食い込むまでに成長、92年10月には前女の代表としてメキシコ遠征を経験しました、
が話す夢はハートを熱くさせるよ。そっと触れた指に伝わる気持ちは同じ。悲しみなくす力はないけど、どんな時でも一番味方でいるよ。セコンド使ってくれ。よし、じゃあ今日はお前セコンド 使ってやるよ。今日はまあせめてセコンドに使うか。こいつが北斗晶でやる。楽しみで決めるからな。さあ三田悦子が風船の灯火。チャンピオンチーム2回目の防衛なるんでしょうか。さあとデスマーボム。ここでデスマーボム。尾崎真由美は、尾崎真由美は捕まっている。2連発か、2連発か、2連発。タイトル移動か、タイトル移動。自分はこの間の博多の時から一人でやっていくって決めたんですけど、この3人が喧嘩ばっただなかってついていってくれることになりました。知らなかったです、ね、これから2人で4人でやっていこうね。すごい。今日何を作ってるじゃないですか。リバースゴリスペシャルボムハッシュドビーフ。心配、食べれんですかこれちゃんと。食べれる、ね、自分でも心配だな。美味しそうですね。ゆき先生、これが5時間かけて作ったハッシュドビーフ。うん、大丈夫。あ、大丈夫大丈夫。いただきまーす。何入れてるのなかったね。大丈夫だよね。ごちそうさまでした。うそもう帰れ。美味しいじゃん。ミタエスコはライオンサスカの痛めたところ出血した部分にパンチング、そして向こう側ニュートラルコーナーではあっとここにライオンサスカが行ってそのままバックドロップのなれ式。さらにはトップロープにはジャガー横田が待っている。そしてアピールミサイルバック、これは打ち、これは打ちでありました。この辺りも徐々に試合が急展開で動き始めていった。決まった。なんと決まってしまった。驚きましたあっという間。 UWA カップを1年もかけて保持してきましたが、ラスカ長達の名前をもっとここにベルトを置きます。忘れてたことまでいろいろと思い出しちゃってる感じです。やっぱね、山さんはね、坊主になったのが一番思い出かな。こいつが坊主にしてくれたから。うん、マミは？いや、だからみんなすごいね、ウイウイって可愛かったっていうか、山さんこんな違うよ、こんな隠さなかったんだよ。私は毎回泣いてたのがね、あんなにまた俺やったなんて思う。でもだんだん多分容量覚えてきて痛いとかちょっと泣いちゃうの許して、黙ってればね、あれねすぐ済む。えつはえつは眉毛だよね。えつ眉毛この変わり果てた眉毛の姿。いい思い出、いい思い出。涙あり笑いあり眉毛あり眉毛。気がついてみれば62年組のメンバーがデビューしてもう今年で10年。さまざまな試練を乗り越えた彼女たちは女子プロレス界の頂点へと上り詰めた。4人の飽くなき挑戦はこれからもまだまだ続いていく。なんやこりゃ。おお、マン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 、うまさの敵がちゃう。ごつうま袋麺新発売。セガサターン。この男また人騒がせなものを作ってしまった。
このソフトは事件になる。エネミーゼロ。サビを防ぎ動きを良くするクレ556。あ、プリントごっこデジタル。牛の写真があったよ。あんたの写真も持ってきて。俺の？ほら、カンタ、あんたらしいでしょ。写真も手作り、プリントごっこデジタル。詳しくはお店で。9人同時に送信できる救命ル新登場。 B の次には9が来る。本日のメインイベント、全力プレイテスト4ドリームチームスペシャルタッグマッチ60分一本勝負を行います。始まり、青コーナーよりアジャスコンズ本田由美子組の入場です。さあ、いよいよ今日の神戸ワールドツインホールメインイベントを迎えました。全力プレイテスト4ドリームチームの入場でやります。早くもコースを進むからワープリン撮影が沸き起こっています。トップニコ、そして後ろからアジャコング。あ、行くぞ行くぞ。はい、持ってますよ。例によって遠い感を見てとって今アジャ寄せると一歩で向かっています。もう髪が総伝としています。やはりアジャの入場っていうのはなんとなく総伝とさせるものがありますよね、はい。アジャの姿が見えてまいりました。堀田由美子、そしてアジャコングの入場であります。もうこの選手2人が登場しただけでも圧倒的な存在感であります。青コーナーに堀田由美子、アジャコング2人が登場してまいりました。あ、トヨタ、トヨタ、トヨタの女。続きまして赤コーナーよりトヨタ荒木井上京子組の入場です。さあ、そして今度はトヨタ荒木井上京子が入場してまいります。あ、来た。今日の神戸ワールド記念ホール、いや来たという感じ、はい、井上京子。いつものようにひょうひょうとしたちょっとこけた感じ。そしてトヨタ荒木、どうですか、こうして花道を通ってくるトヨタマナミを迎える今日の放送席のね、三浦康子さん、はい、なんとも言えない気持ちでしょう。嬉しいです。いや、頑張ってトヨタ、そんなに間違いありません。そして2人を迎える臨場であります。真っ赤に染まっています。おー、おー、いた。そこにトヨタ京子が、そして真っ赤な顔の今トヨタマナミ一礼いたしまして入場します。4人の役者が揃いました。神戸ワールド記念ホール入場であります。わあ、いいわ。お知らせ先立ちまして、地元神戸出身堀田由美子選手に親戚の方々より激励の花束が贈られます。今日はリング上にね、ちいちゃいあの赤ちゃんを出てお父さんが花束を持って入場したんで、どうしたのかなと思ったら、親戚の方なんですね。堀田由美子のね、今日はあの私たちスタッフにも堀田由美子からね差し入れがございましたね、うん。本当はあの神戸が地元で私たちが差し入れしなくちゃいけなかったんですけどもね、うん、それをいただいたのが今日のゲストの内山真嗣さん。はい、お弁当美味しかったですよ。そうでしょうね。改めてここから感謝してください。メインディッシュが3種類以上入ってました。あ、本当に。え、うん、今年のメインイベント全長グレッセス4ドリームチームスペシャルタッグマッチ、ね、60分1本勝負を行います。
アポラ地元神戸出身ユートップトーナメント準優勝180パンス堀田由美。堀田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 錦織岡田の堀田由美かっこいい。ファンクラップ96優勝230パンス朝アコナ185パンス井上京子。あっ今井純次アナウンサー井上京子をコールいたしました。同じくフリーダムスリーダムで世界シングル並びにタッグチャンピオン150パンス豊田マナ。そして頂点に君臨するトヨタマナミであります。トヨタと井上も12月8日頂上対決が控えてるんですね。そうですね、そのまあ大一番を直前に控えてですね、はい、まあ、2人がまあ、チームを組むというのもですね、これはちょっと異例ですね。まさにこの4人はドリームチームと、はい、まあ、今日は銘打たれてますけどもね、その通りですね。そうですね、はい、さあ井上京子はね、こういうふうにお客様にね直接答えたり、とにかくお客様と一緒に試合を盛り上げていく、そういう雰囲気の選手であります。まず井上京子、そして堀田由美子の対決を迎えました。今日の全力レースト4ドリームチームであります。さあもう西村さんもわーわーと大変であります。さあ前にキックだ、そしてキックキック堀田由美子やや外れ勝った。しかしラリアート一発、形勢は逆転であります。おっとやられたんですか。アジャー、どうしたんですか。あの投函でですね、頭をポンと、あらあら、見てください。これは大変なことになりました。井上京子が一人でね、いや周知豪華を浴びています。これは大変だ。いいぞアジャー、京子さん、そしてアジャー、堀田由美子、強烈な2人、今度はお返してやります。井上京子まあ井上京子は今年はトヨタとももう 3AA のね頂点を争う試合をやってますが、あの時は新潟だったんですけど、すっかり良くなったんですよね。今回は、まあ、腰はね、はい、相変わらずちょっとまだポジションを握ってますけど、これはどうしようもないかもしれませんね、はい、さあどうかトヨタ、そして堀田由美子、いざった。今日はこの4人のタッグ戦でありますが、本当に目を離せないような展開であります。今なんかでもあのホットね、実にバカのキック入れてますよね。悪い体勢からさっと横に蹴りを入れました堀田由美子であります。そしてアジャの登場です。改めて今日ゲストの内山さん、はい、アジャコングどうですか。レジ同様やっぱ応援したくなりますね。そうでしょ。それでは、あの堀田選手はさっきも言いましたけど、お弁当もらいましたし、ええ、でも僕はこっちチームを応援したいと思います。なるほどね、はい。トヨタ何度も蹴りを入れているトヨタマナミ、おっとしかし一発で返しました。それがアジャコング、強烈背中に蹴りが入りました。やった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 カウントは2であります。ようやくトヨタが動いている。今度はキック、これは失敗、空振りに終わりました。髪の毛を掴んで引き起こしてロープに振った。そしてアジャが行く、しかしトヨタも負けておりません。ようやく上上京子にタッチいたしました。京子頑張れ。さあ赤コーナーにも次第に動きが出てまいりました。自分のペースに入ってまいります。さあ井上が行くか、今度はどうするか。このままペースを出したね、一気に行った。さあ、ちょっとあ、トヨタさん準備、何の準備。今トヨタマナミにね何か指示を与えました。そしてどうでしょうか、このままいけるかどうか。さあスープレックスの体勢でありますが、これは簡単にはいかないんじゃないでしょうか。大力ですね。とりあえずコーナーポストに据えております。そしてお、これだったんですね。レスラーキック、両足を揃えましたトヨタマナミ。これはジャコンの止まりません。三浦さん、あんまり聞こえるようにやつとかしてると危ないよ。そうっすよね、うん、そう。さあ今度は2人を一戦に両足しました。
ました。まとめて料理のアジャコング、そして悠然と堀田由美子にタッチ、まさに強力でやります。怪力無双といった感じ、アジャコング。さあ今度はどうでしょうか、トヨタそして京子の対決。円髄は空振り、リングの中央では井上京子そして堀田由美子の対戦であります。こう強烈なリアット一戦に出しました。アジャコング、アジャコング強いな、強いよ。もう一回ロープに振る、どうするでしょうか。今度はお返した井上京子、強烈、両者の闘魂火がついています。まあっとこれは空振りです。おっとこれも空振りだ。さあ今度は井上どうするんでしょうか。後ろに落としました。そしてトマホーの体勢でカウントは 2.5、 危なかった井上。さあまた髪の毛を掴んだ。そして堀田由美子カットに行くんでしょうか。さあどうするか、アジャコング、どうするんでしょうか。あーっと井上京子、アジャに対して今攻撃いった、ミサイルキックでやります。さあ大きなアジャを抑え込んでいる、両手で抑え込んでおりますが、これはカウント続けあります。15分経過。あるいは今アジャコング水車落としに行こうとしたんでしょうか。うまくいきませんでした。よし、そしてちょっと飛んだ、しかしこれは足を迎えてやります。この辺りがアジャコング冷静に見てるんですが、そうですね、実に見逃さない、見逃しませんね。いわゆる小技が効いておりました、アジャコングであります。大きな技そして小さな技を持っています。さあアジャコング今度はどうか。おっと後ろに行った、このままジャンプアジャに対抗したスープレックス、カウントはちょっと体勢が崩れました。しかしトヨタじゃなくちゃこれもできませんよ。もうこの、このブリッジはできないですね、はい、大したもんです。あ、キックが入る、また二手に分かれました。今度は京香そしてアジャだ、どうするか。あーっとこのまま強烈ですね。強烈の爆発、爆発いたしました。さあ危ないぞ、ニアスクーター危ないぞ。おフィニッシュを宣告、そしてアジャコング、さあコーナーポストからどうするんでしょうか。足が出た、足が出た、ピンチを脱しました、危なかった。トヨタマナミ今度は相手の動きをよく見ておりました。さあそして後ろに手を出してくれます。いやいや、なんとか出たんでしょうか。言ってましたね、ジャーマンスープレックスでしたか。いやいや、あのジャパニーズオーシャンでしたね。後ろに手を組んでジャパニーズオーシャン、大きなアジャコングに対しましてまた行こうとしております。さあ今度は前に組んで、このまま立ち上がることができますか。サイクロンはどうでしょうか。ちょっと苦しいでしょう。ジャパニーズオーシャンサイクロンは無理であります。さあそして今度はいやー、真っ逆さまに落ちされてしまいました。危なかった、トヨタマナミ。ジャパニーズオーシャン、ジャパニーズオーシャンサイクロンと殿下の宝刀を何とか猛打いたしましたが、これは失敗。今度はまともにあのパイルドライバーを食らってしまいました。松坂様に押されてしまいました、トヨタマナミ。そしておっとこれは完全に落ちた。しかし後ろから堀田由美子がいました、堀田がいました。おっとっとっと、危ない落とされました。アジャコング場外に転落、そしてトヨタマナミリング上に残っている。さあ一気に飛ぶんでしょうか。アジャに対してトヨタが飛ぶか。おこれは今失敗でしたでしょう。今自爆しましたね、自爆ですね。放送席からちょっと影になっておりましたが、内山君のとこからよく見えたんでありません。アジャちょうど放送席の前であります鉄柵にぶち当たりました。うわ、トヨタ危ない、トヨタ危ないです。どうですかね、さっきね完全にあの自爆してましたんでね。あ、なんとかトヨタ大丈夫ですか。起き上がってますよ、大丈夫だ。これは大したもんだ。さあトヨタ起き上がりました。しかしまだ朦朧としている感じ、2人攻撃ダブルでいっている。井上とそしてトヨタ、さあアジャコングまた2人攻撃を受けています。まず井上京子がアジャをどうしようというんでしょうか。おっと後ろに落とした、危ないぞ、危ない。井上裏剣一発、そして今度はアジャが
どうするんでしょうか。今年の体勢だ。さあ危なくなりました。カウントが入るぞ。トヨタ危ない。カウント 2.5、 かろうじて逃れましたトヨタの波。そしてまたもフィニッシュをそらく踏み出しました。さあこれはどうするでしょうか。ブラケット以降で行くんでしょうか。スーラさんがもう悲鳴を上げてまして、裏剣うまく取った、うまく取った。さあそして後ろで腕を固めております。これはどうでしょうか。うまくいきませんね。はい、なんといってもそしてラスボス攻撃になった。おーっとアジャが行く。アジャがまたトヨタマナミを捕まえている。そのまま落としましたか。今新宿のグランバスターですね。グランバスターですね。強烈、何か落としてきますね。そうですね、横にやらずまっすぐ落としちゃうんですね、はい、垂直落下のグラフが、ね、たまりません ね、 ですよね。しかもアウト。さあどうする。またもフィニッシュを宣告。ムーンサルト、いやーすごい、フィニッシュを宣告している。そしてアジャがトップを上げようとしている。井上京花なんとか追いついた。そしてさあここでトヨタマナミが今捕まえて後ろに行った。これはどうでしょうか。このまま決まるかと手にあります。カウントが3つ入りました。大逆転の勝利であります。いやー危なかったんですけどもね。ほらららら、最後はどうしたんですか。いや要するにサイクロンでですね、サイクロンの形で落として、でもうそれからもうその後は、まあ上から追いかぶさるようにしてですね、そのままエビ固めの体勢のままスリーカウントでしたね。あ、なるほど、はい、時々トヨタが大きい選手アジャなんかに対して見せる、そうですね、究極の技っていう感じがしますけどもね。コーナーのマジスみたいな感じですね。なんかもうトヨタじゃないとなかなかできないかもわかりませんがね。でもまあこの大一番控えてですね、アジアをですね、はい、ホールを奪ったというのは、ね、価値があるんじゃないですかね。自信に繋がっていきますかね、はい、いや光浦さん良かったですね。目の前でトヨタマナミがね、最後はトヨタマナミを披露いたしまして、大きな対戦でした。ありがとうございました。それでは試合終わったばかりのお二人にお話伺いたいと思います。ちょっとダメージの方残ってるみたいですけど大丈夫ですか。そうですね、もうパワーが自分全然足りなかったから押されっぱなしで本当になんかみっともなかったです。でも最後はもう意地でっていう感じでしたね。もう絶対負けたくないって気持ちだけは残ってたから、うん、なんとか勝てたようなものなんですけど、はい、うん、12月8日に向けてね、いい弾みになったんじゃないですか。そうですね、やっぱり、うん、京子とやっぱり組んでてね、一緒に組んではいてもね、恥ずかしい試合を目の前で京子には見せられないって気持ちがあって、でもね、今日は本当にパワーの面では全然京子に負けてたからね、あと12月8日までね、あと少ししかないですけどね、まあ一生懸命頑張りたいと思います。目の前にしてなんか言いにくいんですけど。さあその一方の井上京子選手です、はい、もうなんか絶好調って感じですね。そうですかね、いや目の前にして自分も言いづらいんですけども、うん、そうですね、あんなに本当にどんな会場でもね、今日なんか場外にビタンなんて思いっきり受け身取ってましたけど、どんな会場でもこんなに思いっきりね、一生懸命やってるトヨタ選手とシングルマッチでましてやメインで当たれるなんて、とても今からワクワクしてますけど、今日はちょっと助けられて、自分がホール取りたかったんですけどトヨタさんに取られてちょっと悔しいです。はい、でもとりあえず勝ててよかったです、はい、じゃあ12月8日、はい、すごい試合にね、強固したいと思うんで、はい、なりそうですね、はい、頑張ってください、はい、おめでとうございました今日は。塩野さん、こちらからは以上です。さて、光浦靖子さん、はい、改めて、はい、今日の感想を伺いたいですね。はい、もうまたトヨタが勝ったので、またトヨタ T シャツを1枚買わなければいけません。12月8日も、はい、もし忙しいでしょうけど、ピンクになったら、そんな見に行きますよ、ね、応援に来てくださいよ、ね、うん、よろしくお願いいたします。ここの席いいですね。ここの席、ここは神戸ですから、リングサイドですから、リングサイド、ここ大体30万ぐらいですから。あ、嘘内山さん、はい、いかがでしたか。いやでも最後アジア本当来なくてよかったですね。ね、一回ちょっと来たんだけども、もうアジアに余裕がなかったもんね。なかったですかね。内山君のところに行くね。はい、でも怖かったです。そうですか。やっぱ実際でかいですよ、でもこれで安心して東京に帰れますから。そうですか。怪我がなく、はい、本当良かったです。今夜は眠れませんよ。
もう興奮して眠れないと思います ね、 ね、はい、よかったよね、山さん。よかった、山さん触ってもらって。もう触ってもうエルボー入ってよかったもん。あ、いいな、山さんエルボーだよ、こいつ。もう記念、記念ですからね。まあ、今日はあのリング同様放送席も大いに盛り上がった、神戸、ワールド記念ホールでございました。それではこの辺りでお別れいたします。ごきげんよう。